ベラルースカヤ駅は、モスクワ地下鉄5号線環状線の駅、鉄道のベラルースキー駅と接続している。環状線のベラルースカヤ駅は、ザモスクボレーツカヤ線ともつながっており、そのため環状線の駅の方を、ザモスクボレーツカヤ線の駅と区別するために、ベラルースカヤ、環状線駅と呼ぶこともある。駅の正面口は、ベラルースカヤ広場の南西にある。 環状線は1950年に一部区間で開通していたが、1952年1月30日にベラルースカヤ駅まで延伸して開通、同時に駅も開業した。環状線は、その後1954年に全線が開通し、環状線として完成した。2002年に爆弾テロが起き、大理石のベンチの下に仕掛けられていた爆弾が、 爆発して7人が怪我をした。駅構内は駅名にちなんで、ベラルーシ風の装飾となっており、大理石の白い支柱や精巧な漆喰塗りの天井などで装飾されている。天井には八角形のモザイク画が12枚埋め込まれており、ベラルーシの日常の様子が描かれている。また床には、ベラルーシのキルトに似せた模様のタイルが貼られている。 1998年に二つ目の改札口が作られるまでは、ソビエトベロルシアと呼ばれる彫像が、プラットフォームの端に立っていたが、これは改札口建設に伴い撤去されている。ザモスクボレーツカや線路ベラルースカや駅との間の、渡り、廊下には、ベラルーシの同志と呼ばれる彫像が立っている。ありがとうございます。